はい、どうも皆さん、こんばんにちは。ハッピークローバーチャンネルのクローバーです。寝起き、はい、昨日に引き続いて、じゃあ今日もメイク動画やっていこうと思います。まあ髪の毛早速縛っちゃってるわけなんですけどじゃあ早速顔を洗っていこうと思います。レッツゴー。はい、じゃあ顔も洗ってきたということで、早速メイクやっていこうと思います。で、メイク道具準備してもらってた。バリバリの部屋着でごめんなさい。いつもちょっと茶色緑っぽい衣装を決めてやってるんですけど、まあ、お気づきで皆さん知ってると思うんですけど、今年入ってからちょっと、これ昨日の動画でありがたいことに3眉の方からこの眉の描き方を教わったので、今日はそれも実践しながらやっていこうと思います。バフも新しい使いにくいってのは、もうなんか角が入ってきてる。これがいいかな。ファンデーションやるときには伸ばさずにボン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 ってやっていく形っていうのを昨日教わったんだよね。なんか伸ばしたら肌痛めるみたいですね。なんか昨日初めて聞いてやばいと思ったんですけど、余計これ以上肌荒れたくない。あ、でもなんかボン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 ってやるだけでも意外と綺麗に伸びますね。本当知識ないからな。そう、昨日の動画の方のコメントに涙袋やってみてくださいって言われたんですけど、涙袋まだ研究中なのでもうちょっと待ってください。もうちょっと上手くなってからっていうか、この教わってちゃんとできるようになってから涙袋やろうと思います。だからクマみたいな、昨日みたいにクマ可愛くなってきたらいいんだけど、なんか余計クマがひどく見えたらちょっとトラウマっていうのかな、ショック受けて描かなくなりそうになるので、やべ、前ちょっと眉じゃない、眉じゃない。なんか眉の上からもやった方がいいって昨日言われたんですけど、がっつり眉の上からやっていいのかな、これ。間違えて昨日コンシーラー買うの忘れてた。今日買いに行こうかな、なんか知らないけどコンシーラーおすすめのやつ、休憩時間とかに。あ、ちなみに今日もお仕事です。次の休みいつになるか分かってないんですよね。お休みの日にはこのメイク動画プラス、次の休み頃にはまた歌ってみた出そうかなと思っています。で、来月またとある方と踊ってみたの練習中で、早ければ3月、遅くても7月8月ぐらいにはその方と動画を上げる予定なので、楽しみにしててください。曲は内緒です。でもかっこいい曲です。さりげなくこう報告。こんな感じでいいのかな。眉なんかやった方がいいって昨日コメントいただいたんですけど、眉これ映ってるかな、やってるけど、じゃあまたもうちょっとつけとこう。なんか眉の形綺麗って昨日言ってくれた方いてありがとうございます。よく言われるんですけど、なんかこの職場の方には綺麗だけどなんか整えた方がいいからって言われて、剃る予定なんですよね。ちょっとだけ、あと脱色もちょっとだけする予定です。
じゃあファンデーション BB クリームは終わりました。クッションパフを次にやってから粉って言われたんですね昨日。でもクッションパフがもう全然インクがつかない。昨日使っていたやつ使おうと思います。隠したい部分だけクッションパフ使っていこうと思います。この辺は昨日指摘受けなかったので、ただあのやる順番が違うってだけで、このシーラーが欲しい。隠れてるかな、まあ、薄くはなっているかな、うん。今日こそは絶対しんべヱって言わせないからな。まあ綺麗な方かな、でこれの後に筆どこ行ったんだ、これか。あ、昨日筆揃えました。この粉の順番が全然違うって言われて怒られたんですよね。ちょっとショックだった。 BB クリームやってあのクッションパフやった後に最後に粉がいいと思う、整えるんだったら粉がいいって言われて、めっちゃなんか指摘受けましたね。昨日の動画の方にはちょっとしか言ってなかったんですけど、今日はなんで順番ちゃんと守ってやっていこうと思います。あとツイッターの方に記載してるんですけど、自分はあの関西に今住んでますね。はい、どことは言わないんですけど、で、あの出身の方は皆さん関西と勘違いしてるんですけど、出身の方は沖縄のちっちゃい離島ですよ。沖縄県じゃなくて沖縄県内にあるちっちゃな、あの本当にちっちゃな離島で、そこで動画撮ってこっちに自立しに来ましたって感じですかね、関西の方に。できました。じゃあ次が、アイシャドウ。これチークや。なんでこれこっちに。あれチークどこ行った。あっちか。チークじゃない、アイシャドウ。昨日ダイソーの方で買ってきたんですけど、こちらの方をあのお店の方に結構おすすめされたので、こちらのアイシャドウを使っていこうと思います。なんかこのシリーズが結構いいみたいですね。なんか発色がいいって昨日なんかあの夜の動画にあのやってもらったって言って載せたと思うんですけど、どれだ、アイシャドウ、アイシャドウやつ、これか。どれをベースにするんだっけ。まあ、適当にやっていこう。じゃあまずこちらの色をベースにやっていこうと思います。これついて、あ、ついてる。思った以上についてる。アイシャドウグラデーションにしてみた方がいいと思います。的なコメントを受けたんですけど、グラデーションのやり方がまだ分かんないので作業しようと思います。色ついてるかな、なんか。ついてる、あ、意外とがっつりついてる。濃いからな、ベースが。
あとなんか三角ラインをがっつり描いた方が可愛く見えますって言われたので、三角ラインも今日はがっつりやっていこうと思います。で月曜日、2月8日くらいかな、うん、もう明日日曜日に、眉剃る予定なんで、剃って脱色する予定なんで、一気に眉が違って見えるかもしれないんですけど、そこは楽しみにしててください。まあ明日も明日で動画あげるから明日でも言うんですけど、昨日も言いましたね。そういう報告とは逐一やっていこうと思います。濃かったら濃いって言ってくれたらすごいあれですね、はい、助かります。どのくらい薄くすればいいのか分かるので。で申し訳ないんですけど、なんか毎日11時半ギリギリの投稿になりますね。休憩時間とかに編集して、帰ってきてからまた動画撮ってから、それくっつけて編集しないといけないのでギリギリなんですよね。さらに言うと、これが緊急事態宣言解除されたら仕事の時間が大体9時とか10時になるので、毎日投稿とか言いつつ、あの深夜帯の投稿になりそうになりますね。それ1日ずれた毎日投稿だから、あの朝方に昨日のメイクの動画を見るっていう形になるんですけど、そこはご了承ください。はい、ベースもこの色塗って終わりました。濃いかな、ちょっと濃いかな、うん。で次はグラデーションだから、ラメでもあんまりやらない方がいいって言われたんだよな。どれがいいんだ、こちらの色。じゃあこの明るい色の方を、この二重ラインっていうのかな、ここに当てこうと思います。あまり目立たなそう。こっちの白い方やっていこうかな、この白い方をやっていこうと思います。グラデーションが全く分かんないからな。グラデーションになってるのかな、これそもそも色がついてるのか分かんない。休みの日にはそうだな、やってるダイエットプランの方も撮影しておうかな。走ってるコースとかで多分地域バレるから、走ってるところは撮れないんですけど、まあモザイクとかかければいいけど、モザイクかけて、うん、動画を撮影してくれる、一緒に走ってくれる人が身近に今いないんですよね。だって動画、逃走中のカメラマンみたいに、走りながらカメラ撮るっていうのをなかなかできないでしょ。恥ずかしいでしょ、と撮影係の方が一番。だから、シックスパックやってるところやろうかな、撮影。うん、シックスパックやってる風景と、あとは、なんか食事を、休みの日に撮っていこうかな。うん。仕事の日はもうメイク動画の編集に、専念しようと思ってるので、はい、じゃあ白いの塗れました。うん、なんか暗いからな、見えてるか分かんないけど失礼しました。じゃあ次はこちらの方の色で、あの三角ライン、三角部分をやっていこうと思います。ちょっと取りすぎた。ここをがっつりやったらなんか可愛く見えるって言われたんですけど、うわ、こういう、え、こういうくね、大丈夫。でもなんか昨日この段階でなんかがっつり、あのタレ目メイクになってるって言われたんですよね。こういうがっつりパンダじゃん。ちょっと伸ばそう。
三角ラインがわからない。教わったけどわかんない。手帳とかにメモしようかな。というのを教わったよっていうの。それともなんか三角ラインも薄いやつでやった方がいいのかな。濃いやつだったけど、今日は濃いやつでやったけど明日は薄いやつでやってみよう。失敗した。がっつり多分これシャドウの取りすぎだと思うんだよね。でも三角ゾーンだったかな。名前が分かんない。こんな感じかな。なんか揃わないな目が。とりあえずアイシャドウこんな感じになりました。よし、次が、これでちょっと一回落とします。ある程度落として1週間後ぐらいに洗います。で次が、次がアイラインか。こちらと同じく100均のこのアイライン今日は使っていこうと思います。昨日と違うやつなんですけど、同じブランドなのかなこれは、うん、使うものちょっと入れとこう。使わないやつ混ざってるか取りにくいんだろう。あ、やっちゃった。濃いかな。やり直そう。やばい、時間がない。仕事に行く時間、今日11時からの出勤なんですけど、やばい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 。アイシャドウもこれやり直さないといけないからきついな。こんな感じかな。やばいよ時間が。これはもういらないってやつだから、そう、20日目くらいにじゃあちょっとドッキリ仕掛けてみようかな。職場の人にメイクで派手派手にしてどこまでちょっと驚かれるかっていう。でもそこまで派手にしないですよ。アイシャドウの色をこの茶色系から紫とか青に変えるだけですから。
券使いにくかったんだよな。こっちの昨日使った方を使っていこうと思います。太いかな、やっぱり。なんかアイラインがどれぐらいが細いのかが分かんないんだよね。これでも細く描いてる方なんですけど、でも昨日やってくれた方が同じアイライナー使ってるのになんか綺麗に描けてて細く、やっぱやってる人とやってない人って違うんだなと思ってさ。あ、失敗した。アイラインだけでここまで手こずるのは嫌だ。ほんと三角ラインも一気に落ちるから嫌なんだよな。直しがめんどくさい。どこ行ったらいいの？ちょっと。これでいいのかな？あ、アイラインこれ。一発書きでも済ませようかな、アイライン。じゃないと何回も書き直してることになりそう。今日はアイラインの引き方絶賛アドバイス募集してます。ちょっとボケたかな。こんな感じでいいよね。横に流すっていうのでも感じ。よし、じゃあ昨日苦手だった皆様からアドバイスいただきました。早速やっていこうと思います。あ、でもなんか昨日アドバイスいただいた通りファンデーション上にあったら薄くなってるな。これちょっと書きやすいかも。幅を書いて、
あ、釣れた。落とし落とし。書くのも難しいな。気持ち上に書こう。こんな感じでいいのかな。うん。で、どこ行った？眉頭を薄くして眉尻、まじりを、まじり、眉尻、目尻って言うからさ、眉尻でいいのかな？わかんないよ。がっつりこういう。昨日教わったやり方だと、この目尻の方を薄いやつでやって、中心の方をなんか、中心っていうか後ろ少しずつ濃ゆくしていくって教わったんですよね。色ですよ。塗り方じゃないですよ。だから一応その通りにやっていこうと思います。うわ、下手くそ。整えられない。メイク落としで整えたらいいんじゃない？これ。伸ばすのと。しんべえよ。あ、でもなんか昨日よりは、まあ、濃いけど、細くかけてない？で、これを、なんか、ぼかすんですよね。ブラシ使って。なんか絶対ぼかしてくださいって言われたから、ぼかすけど、痛いな、これ。あ、でもなんか昨日より細くない？昨日より色が濃いけど、明るめのアイブロウが今持ってないんだよな。なんかぼちぼち買いに行きますけど、あ、でもなんか昨日よりは太いな。でも昨日よりかけてるかな。なんか眉の頭が太いんだよ。細くしたい。太いってか、こう濃ゆすぎるんだよ。薄くしたいな。さっきのエブロページとか言った。違う、そうじゃ、そうじゃないよ。これか。これじゃないと思うんだけどな。太ったし。どこ行った？これか？これかな？なんか違うやつやったらあれおかしくなると思うんだけど。こっちに入れたか。あ、これか。こっちに入れた。ここもうちょっと足そうかも。
か昨日よりは遅いよね。うん、頑張れ、自信を持て。私大丈夫、いけてるいけてる。あ、さっき書いたっけ。危ね危ね、太くするとこだった。取れる量が多いのかな。一回ちょっと肌に落としてやってみよう。かゆかった。これをちょっと整える感じで落としていけばいいかな。うわ、うん、かゆくない？色が。昨日の方のアドバイスでちょっとなんかファンデーション 上に塗ってからやったらあまり太くならないって聞いたんだけどな。ガッチリなんか太さはちょっと細くなるけど色の濃さで太く見えるな。うん、ちょっと明るめの色使った方がいいかな。私アイブロウ、こっち割と成功してて、こっち失敗したかな。でも今直す時間がないし、また今日も帽子でごまかすか。しんべえって言われるけど絶対。どうですかね、太いですか。まあ、昨日よりは、昨日よりは細いけど色が濃くないですかね。うん、で昨日どこ行った？あった。お茶の方のハイライト使ってたんですけど、なんか宝塚みたいになるからハイライトはあまりおすすめしないって言われて、ハイライト一応ノーズに使ってたんですけど、この辺に。ただ色が濃すぎて鼻高いからあまりこれは使わない方がいいって言われたので、これは今回は使わないっていう形にしようと思います。でリップの方はマスクやってるんで、仕事中の時にはなんかマスクで汚すのは嫌なんですよ。だから仕事が休みの日に家の中で活動する際にリップの方をやっていこうと思います。まあ、すぐ休み来るんでそこのところ待っててください。まあ、今日の完成形これかな。うん、眉をやった、シャドウやった、今日の完成形はこんな感じですね。はい、じゃあ早速職場の方に行ってこようと思います。レッツゴー。はい、ということでお仕事から帰ってきました。現在の時刻おそらく18分くらいかな。はい、9時18分くらいだと思います。今回ちょっとアクシデントが起きまして、後半2時半くらいかな、ここら辺のメイクが全部落ちてたんですよね。ちょっととある事故でここら辺濡れてしまって、メイク落としで全部落としてやり直そうと思ったんですけど、そこまで目立ってなかったんで、はい、放置してました。ある意味化け物の姿でずっといました今日お仕事。恥ずかしい。で一応今日受けた指摘なんですけど、やっぱ眉が今日は、まあ、昨日よりはマシになったんですけど、まだ太く見えるからやっぱ落とし脱色して剃ってから描いた方がいいって言われて、でもう職場の帰りにザッセムのコンシーラーをおすすめされたので買いに行こうと思ったんですけど、薬局の方になかったので、
こちら、なんだこれ、ひなんじゃ、これザセムじゃん。ザセムじゃん。え、これザセムじゃん。合ってるよね。これザセムだよね。ザセムだよね。ザセムだよね。合ってるよね、これ。こちらのコンシーラー、ザセムのコンシーラーおすすめされたので、こちらのコンシーラーの方と、マスカラをなんか買った方がいいよって言われたので、マスカラの方も、買いました。で、ちょっとリキッドファンデ、クッションファンデ。もう切れたので、こちら高めの方で色が一番あったのがこれだったので、こちら買いました。で、聞いたところによると、これ一つで下地も、このも BB クリームの分もやってくれるから、これだけでいいよって言われて、重ねるしない方がいいと言われたので、明日からこれだけでやっていこうと思います。あと、これぐらいかな？うん。眉の方も新しく買いました。明日こちらの方でまた塗っていこうと思います。また今日の動画の方も見て何かアドバイスなどございましたら、全然、あと暴言の方言ってほしいってわけじゃないんだけど、もう本当に素直に、言ってください。それ、真に受けて修正していきますので。はい、じゃあ今回の動画はこちらで終わろうと思います。次回明日の動画も11時ぐらいには頑張ってあげますので、ぜひ見に来てください。それでは、See you!